来日フランス記者が語る、日本と海外サッカー記者の違い。PSG 来日ツアー全3試合を現地取材したフランス記者に、日本とフランスの取材の違いについて尋ねると、決定的な差を発見したと語っている。1分け2敗という成績で日本ツアーを終えた PSG は今回の日本ツアーで、他の海外クラブと比べ、最も多い3試合をこなした。現地から取材に訪れた記者も当然、日本で3試合を追ったわけだが、インテル戦後に取材エリアで会話をしたフランス人記者のエマヌエル・バラングーツ氏に、日本とフランスのサッカー記者の違いについて尋ねた。誤解されがちだが、我々は、選手や監督に気さくに質問したり、フレンドリーに接したりすることはほとんどない。そこは、日本人の記者陣と同じなのではないかと思う。ただ、この数日間で決定的な差を発見した。我々の方が、非常にハードな質問をぶつけるということだ。例えば、この日本ツアーで言えば、帯同していないエムバペの去就について容赦なく尋ねる。ここにいないということは、つまり、もういなくなるんだよね？と。もちろん答えてくれないことも多い。ただ、質問をぶつけた時に見せる表情や仕草だけでも、十分に価値がある。バラングーツ氏は、日本人の記者陣の取材を見ていて、徹底して選手監督やクラブに対して友好的に振る舞っている印象を抱いたようで、フランスの記者陣とは大きく異なる点だと感じた様子だった。取材する相手を困らせないように配慮する日本人の記者は、やはり日本人らしいというか、温厚さが伝わってきたとリスペクトを示しつつ、ただ、せっかく時間を割いて、ビジネスとしてはるばる取材に来たんだ。時には相手にとって耳の痛い質問をぶつけてみてもいいはずだよと見解を述べていた。取材の進め方も、それぞれの国の文化が色濃く映し出されるようだ。日本人の記者はサラリーマンなんでね。日本の場合サッカーを知らない記者が取材しているのではないか。持ちつ持たれつの関係の場合が多いので機嫌を損ねるような質問はご法度。リスペクト？忖度だな。この方はなんでネイマールは出ないの？ってちゃんと聞いてくれたよね。日本の記者は上司の指示なのか競技と関係ないことを聞く。そもそも日本の記者は知識不足な記者が多いからしょうがない。ロナウドも大谷は知ってますか？と特日本人記者。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。